はい、どうも、お疲れ様です。拓郎です。今日ですね、2月の9日にですね、司法検事所から、書類が届きまして、司法検事所から書類が届きまして、こちら、今年の3月から僕は研修に行く、弁護士になるための、その研修を受けるんですけど、その研修地が、書かれているということで、これを開けていきたいかなというふうに思います。僕、出所地選ぶ基準としては、東京とか関西じゃないとこがいいかなと思ってて、せっかく住むなら地方を1年間、10ヶ月ぐらい、せっかく地方を体験してみようかなと思って、地方、中部地方の、静岡とか、名古屋とか、岐阜とか、富山県とかあたりを選んだのかな、金沢とか、あのあたりを選んだのと、あと、僕、山口県の下関出身なんで、第一希望は、人気なんですけど、福岡。で、あと北九州予備校って僕寮にいたので九州の友達が多いということもあって、九州の、友達が住んでる地域とかに行けたらいいかなぐらいの感じで、九州地方も選んだかなという感じなんですけど、アーカイブが残ってなくて、パソコンで打ち込んだんですけど、どこに自分が希望したかをちゃんと記録してなかったんで、多分、九州地方3つ中部地方3つぐらいの感じで確か出したと思うって感じですね。正直、司法修習、自分の希望が通らなくても、楽しくなかったっていう人ってあんまりいないと思うので、結果的にね、弁護士になれる前。はい。はぁ、はいはいはい。決まりました。決まりました。はい、ということで見たんですけど、発表いたします。僕が3月とか、収集地に行くのは4月なんですが、4月から行く収集地は福岡です。はい、福岡でした。第一希望で書いたんですけど、福岡すごい人気だって聞いたんで、福岡ってなって、おーってなってます、ぶっちゃけ。ただね、別に福岡が第一希望だったけど、福岡は選ばれにくいから福岡にしようって思っただけで、名古屋とか静岡とか全然行ったことない場所でもいいかなって思ってたところもあったので、まあと思いつつ福岡です。はい、ちょっとサムネ用に撮っておきます。はい、ということで、引っ越さなきゃいけないし、今後いろいろと手続きをしなきゃいけないんですが、福岡か OK ですね。その後いろいろ情報、いろいろとこういうガイダンスみたいなことが書いてますね。で、中には収集地って本当に第6希望まで書いたんだけど、東京とかって書いてたのに、その全然希望にも入ってない松山とかに飛ばされた人とかもいるらしくて、で、あと中にはギャンブルで全部研修所に一任しますみたいな人もいたりしたらしいので、僕は一応ちゃんと決めて福岡にしたんですが、楽しく過ごせるでしょうって感じですね。はい。で、ちなみに班、これ言っていいのかな、わかんないけど、班が、2班ってやつらしいです。これ、って感じらしい。福岡の2班の方、よろしければ仲良くしていただければなというふうに思います。この吉祥寺、今吉祥寺に住んでて、東京も、7年目ぐらいになるのかな、だけど7年経ったんだけど、この住み心地のいいこの家を出ていくのも寂しい気持ちはあるんですが、今年次の1年間頑張って福岡で頑張っていきたいかなというふうに思います。そうですね、引っ越しの手続きとかもしなきゃいけないんだろうけど、ちょっとめんどくさくて全然何も考えてなかったので、これからこれからって感じです。ここ最近ちょっと期末
あのローの期末試験があって、僕在学生受験で受けたので期末試験があったんですけど、あの9個ぐらい授業受けてたので、9科目の授業、それもその司法試験と関係ない消費者法とか社会保障法とか、あとまあ選択科目取ってなかったんですけど倒産法とかを、まあちょっと面白そうだなと思って取ってたので、まあそれもあって結構大変で、ちょっと動画投稿全然できなかったんですけど、まあ、今後ちょっと動画投稿もうちょっとやっていこうかなというふうに思ってるので、まあ、あのよろしくお願いいたします。で、今年77期の方で福岡出身の方、もしよろしければね、あの仲良くさせていただければなというふうに思うので、あの僕まだ動画投稿してるってだけでなんかちょっと敬遠されがちなんですけど、喋ってみるとまあ普通というか、まあ真面目すぎるがゆえにみたいなところがあったりするので、まああの仲良くしていただけたらなというふうに思います。あの福岡での生活とかもね、ちょこちょこ、まあなんかあの修習生ってなんか多分その個人情報とかを扱う、あのそのだから裁判所とかの弁護修習とかで、その依頼者とか被告人とか、まあいろいろその個人情報を扱うので、なんかなかなか動画にできない部分の方が多かったりするのかな。まあ普通に遊んでる部分とかは大丈夫だと思うんだけど、なんか家とか取りにくくなったりとかするかもしれないけど、まあ今後ともよろしくお願いいたします。ということで今回の動画は以上になります。ありがとうございました。